阪神タイガース現在2軍であまり名前が知られていないある2人の選手が活躍を見せています。現在の打撃成績、そして1軍昇格の可能性を掘り下げていきましょう。まず1人目の選手が豊田選手ですね。先日まで2軍での出場っていうのがあんまりなく、岡田監督からも名前が上がってこない選手です。どうなったんだということで、結構話題になっていたんですけれども、おそらく怪我だったということでですね、2軍の試合で復帰しています。ここまでの成績がですね、打率4割1分2厘17-7、出塁率が4割7分4厘、OPS が 0.944 という素晴らしい成績が残っています。そこまで打席数とかも多くはないんですけれども、復帰してすぐに結果を残しています。ヒットはなかったんですけれども、18日の独立リーグ戦では4番で起用されていまして、こうした結果が残っていて、首脳陣の評価っていうのも上がってきているのかなというふうに思っております。2年目ではあるんですけれども、25歳の選手で、1年目終えた時点で現役ドラフト候補にもしかしたらというふうにささやかれたこともありました。もちろん1年目のオフということで、可能性としてはものすごく低いんですけれども、それぐらい少し存在感があまり出てこなかった選手なんですね。2軍では好調を維持しているので、このままキープしていって、岡田監督になんとかアピールしてほしいというところですね。岡田監督も豊田選手のことあまり知らないと思うので、アピールしていってほしいと思います。続いて1軍未出場のあの選手もついに覚醒かと、こちら見ていきましょう。2人目は遠藤選手ですね。豊田選手と比べると知名度は少しあるんですけれども、1軍での出場が入団から一度もないという状態になっています。3年間はファームで積極的に起用された選手ではあるんですけれども、打率が2割前半というようなシーズンが続きました。4年目の今季は高寺選手とか山本選手が二遊間でよく起用されているということで、遠藤選手の出場機会っていうのが、過去と比べると少し限られてきたかなというふうに見えます。ただ限られた出場機会ではしっかりと結果を残しているというのがファーム開幕後の成績です。打率3割1分8厘、2塁打が1本、3塁打が2本、6打点の OPS が 0.864 という成績ですね。現状崖っぷちの状態ではあるので、なんとか2軍で好調を維持していって1軍にアピールしてほしいなというところですね。では豊田選手、遠藤選手の1軍昇格の可能性を分析していきましょう。豊田選手、遠藤選手の1軍昇格の可能性ですけれども、豊田選手に関しましては、現状1軍ライトが空いている状況ですし、なおかつバックアップの選手もバッティングが不調と、板山選手とか島田選手、なかなかバッティングでいい結果が出ていないと。あと守備であったり走塁もある程度は豊田選手はできる選手ではあるので、打撃の好調が維持できれば比較的使いやすい選手かなというふうに思います。なので代打としてはもちろん、守備走塁要員としても、もう少しレベルアップしていけば1軍昇格ももしかしたらあるかなというところですね。続いて遠藤選手は、二遊間は現状中野選手、小畠選手、木浪選手で完全に埋まってしまっているという状態ですね。そしてバックアップは上田選手とか、今2軍いますけれども熊谷選手とか、やっぱり守備走塁型の選手が必要になってくる。そうなってくると遠藤選手が狙う枠としては糸原選手の枠になってくるのかなというふうに思いますね。左の代打、そして守備ではサードとかはなんとかこなせるぐらいの守備力というところがアピールできれば、ベンチバックアップ選手として期待できると思います。以上です。